去年引退した筑豊電気鉄道の2000系車両が今日、県内の NPO 法人に譲り渡されました。何メーターらしいですかね。傷がつかないよう慎重に丁寧に。重さ12トン。車両が持ち上がりました。明日朝までにおよそ15キロ離れた直方市まで輸送されます。筑豊電鉄の2000系車両はかつて福岡市や北九州市で活躍した路面電車を改造。45年もの間、直方と北九州を往復してきました。引退からおよそ半年、直方市の NPO 法人が車両を保存し、一般公開するために譲り受けました。いいところ、それは可愛いでしょう、見て。やっぱこんな可愛い顔した今電車あります？それをやっぱもうね、残さんと。この車両をその知らない今からの子供たちとかね、いろんな方にまたこの電車に乗っていただいて、この匂いとかですよ、椅子に座った時の感じとか、それを今までこう乗ってきた人と同じような感触をですね、味わってもらいたい。